サスケハノック族の描写、サスケハノック族とは、アメリカインディアンである。部族名のサスケハノックはアルゴンキン語の、サスケハナに由来している。またコネストーガ族などとも呼ばれる。アメリカ合衆国東部、ペンシルベニア州の南東部とメリーランド州北東部、チェサピーク湾、サスケハナ川沿いで、ロングハウスに住み、狩猟や、トウモロコシやタバコなどを栽培しながら暮らしていた。語源は、 色イ,イ族の言葉に類似しており、色イ,イ族とは親戚類に入る。白人の入植によるヨーロッパから持ち込まれた天然痘や戦争及び虐殺などの影響で、サスケハノック族はほぼ滅亡的打撃を受けてしまった。1608年イギリスの探検家、ジョン・スミスがアメリカメリーランド州、チェサピーク湾を訪れた時に、 そこで2000人ほどが暮らすサスケハノック族の村を発見及び遭遇した。スミスは彼らの体格を見たとき巨人のようだったと語っている。1649年に白人入植者と色恋族との間でビーバー戦争が勃発。サスケハノック族は色恋族と同盟を結び白人と戦った。しかし1675年に敗北。その後、 ニュージャージー州ピスキャタウェイトリデに移動したが、その後も殺害されたりして、混乱の中、メリーランド州やペンシルベニア州へ移動したが、部族の人口は減少の一途をたどり、100人以上から数十人程度しかいなかった。1763年、生き残りの者は部族の保護を求めて、連邦政府の下で暮らしていた。 同年にオタワ族のポンティアック州長が白人入植に反乱を起こしたポンティアック戦争が勃発。この戦争は部族が暮らすペンシルベニア州西部も含んでいた。そんな中でパクストンボーイズの反乱とも呼ばれる悪名高い虐殺が起きた。同州の白人の村パクストン付近で白人の自警主義者集団パクストンボーイズに部族の者が6人が殺され、 さらに州政府が残っていた14人のサスケ派の区族をランカスター軍の防御された留置所に移していたが12月27日にパクストンボーイズが留置所に押し入って彼らを殺した。この事件以降部族は壊滅状態になった。ありがとうございます。